ハンナダコタ・ファニングは、アメリカ合衆国の映画女優。妹のエル・ファニングも女優。ジョージア州、コンヤーズ出身。父親のスティーブ・ファニングは元マイナーリーガーのエレクトロニクス・セールスマン。母親のジョイ・ファニングは、元テニス選手。母方の祖父は元アメリカンフットボール選手のリック・アリントン。おばは、ESPN リポーターのジル・アリントン。アイルランドとドイツの血を引いている。 1999年、洗濯用粉石鹸態度の CM オーディションに、うかりデビュー。2001年、7歳の時、トムキャッツ恋のハメハメモーレースで、映画デビュー。同年、ショーンペンの娘役で出演した、映画、アイ・アムサムでの演技が高く評価され、各種新人賞を総なめにした。テレビシリーズの出演も多く、アリー・マイ・ラブでは、アリーの子供時代を演じた。 ER 緊急救命室や、マルコム・イン・ザ・ミドル、CSI、科学捜査班などの人気ドラマにもゲスト、出演経験がある。スティーブン・スピルバーグ制作指式、テイクンでは、物語終盤の重要な役を務めるとともに、前編のナレーションも担当した。2005年2004年に公開された、ディズニー英語版の、隣のトトロでは、主人公の草壁さつき役の声優を務めた。 また、サツキの妹、メイの声は、実前であるエル・ファニングが声を担当している。2005年8月、アメリカの雑誌、エンターテインメント・ウィークリーで、当時まだ11歳ながら、アメリカ最強の女優に選ばれた。2007年には、アメリカ南部の田舎町を舞台にした、新作映画、ハウンド・ドッグ中・中で、12歳で、レイプ被害者を演じた。映画では、 ファニングの顔しか映されないが、児童ポルノに関して厳しい規制を取るアメリカ、合衆国では、映画だけではなく、出演を進めた、ダコタの母親やエージェントまで激しい批判にさらされた。ダコタ・ファニング。タイムワープ。2009年2月16日閲覧。ダコタ・ファニング・ライブズ・アウト・ハードリームズ。timesqare.com。 2008年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年7月21日閲覧ファニングコントロバーシータイムマガジン2007年1月24日閲覧アメリカの高校はおおむね9から12年生の4年間でありしかも年度が日本より約7ヶ月早い9月頃に始まるため飛び級なしでも14歳くらいで入学するダコタの場合 プッシュコート闇の能力者の撮影時に、高校1年生だったが、撮影のために学校を休む日が多かった。ダコタファニング、ワーキングガールアーカイブド2009年4月16日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。記事中にある、バーシティ・スクワットとは部活動における上級チームの、ことで、1から2年生が参加するためには、それなりの実力が要求される。ダコタファニング、 ムービースターガールスカウト。GIRLSCOUTS.org。2007年4月28日閲覧。ビヨンセ、レオナルド・ディカプリオ、ベン・アフレック、リース・ウィザースプーン、ダコタ・ファニング&、ブライアン・クランストン・アル・アマング、エイダイバースグループ・オブ・セレブリティーズ・サポーティング、クリントン。2015年7月26日閲覧。ダコタ・ファニング。 交際3年のイギリス人モデルと破局。2017年2月15日閲覧。IAM サム IAM サムの上映スケジュール。映画情報映画の時間。Once Upon a Time in h o l l w o o d の上映スケジュール。映画情報映画の時間。ありがとうございます。